こんにちは。韓国在住日本人主婦ののりです。韓国の魅力的な場所や美味しいお店を紹介しています。今日はインチョンのソンドという町に来ています。高層ビルが立ち並ぶ都市の中心にあるハノク村、その中にある札幌という日本式レストランのお店を紹介します。高級感があって雰囲気が良さそう。お店の名前は札幌。札幌は日本式料理チェーン店。外観がハノク式なのはここだけです。ちょっと変わってるから一度来てみたかったんです。お店の中も雰囲気ありますね。全室個室。コロナの時期には安心ですね。平日のスペシャルランチ C を注文。どんな違いがあるのか分からず。一人28,000ウォン、2,800円のコースを注文。消費税、サービス料込みの値段です。まず最初に出てきたのはサラダと茶碗蒸し。豪華に盛り付けられたお刺身が登場。どんなお魚なのかわからないけど、いろいろあります。キムチと一緒に食べるとまた美味しい。やっぱりこれも必須。この時は知らず、お会計の時に気づいたんですが、この焼酎7,000ウォン、約700円です。高い焼酎で乾杯。普通のお店で焼酎飲むと3,000ウォンから4,000ウォン、約2倍高い焼酎だったから美味しかったんだ。わさびの刺激がすごすぎて鼻がツーン。次に出てきたのはプルコギ。握りもちょっとだけ出てきました。この寿司ど2人でどう分けよう。天ぷらも出てきた。天ぷらはサクサクで美味しい。プルコギは店員さんが焼いてくれます。結構甘めのプルコギ。
煮魚も出てきました。煮魚と焼酎がよく合う。お刺身だけじゃなく、いろんな料理を食べれるコースが好きです。ミニ石焼きビビンバとお吸い物。魚のアラのスープが美味しすぎる。とびっこ入りのご飯はお腹いっぱいでも入る。デザートのミシリ茶が出てきました。梅エキスは胃腸や肝機能を高める効果があるんだとか。うん、高い焼酎最後の一杯。料理は少し残念な部分がありましたが、雰囲気は最高でした。個室だし、雰囲気代を含めたら安いのかもしれません。インチョン村都にあるハノク村には他にも雰囲気のいいレストランや5つ星ホテルもあるんですよ。天気が良かったらもっと良かったんですが、食後にちょうどいい散歩コースがあります。すぐ前にセントラルパークもあります。この公園もとっても素敵なので、他の動画で紹介します。